皆さん、こんにちは。安倍、金蔵がいかがわしい本出しました。立憲民主党は金蔵いかがわしい探偵団を始めています。国会で質問して追及しています。本庄議員は同書で財務省が自己保身のために金蔵に濡れ衣を着せていると書かれているが、これは捏造だろうと追及しています。大原信夫氏も憤慨しています。昭恵が100万円を籠池に渡したというのは嘘だ、と同書に書かれているが、これは真っ赤な嘘だと。かくもひどい内容の回顧録、読売新聞もろとも粉砕しようではありませんか。名前を言うけど息子かな、助けてあげたい親心、危ない危ない、それは詐欺、出てはいけないその電話、聞いちゃいけないその話、電話はいつでも番電話、必ず確認合言葉、お金は絶対渡さない、送らない、はあ、のうさぎのうさぎのうさぎ温度、のうさぎ温度で詐欺を